ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。旅の目的は訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今回の旅の続きはベルゲンからのフィヨルドツアーからスタートします。今回のフィヨルドツアーはベルトラで日本から予約しました。ベルゲンからオスロのコースで日本円でだいたい3万7000円ぐらい、申し込んだ時はユーロが144円でした。実はこの日の朝とんだ勘違いをしてて、電車の時間を間違えて大遅刻をしたんですね。ただツアーといっても集合して団体行動するわけじゃなくて、交通ルートを組んでもらえてるので自分で乗り継ぎをしないといけないので、例えば1本目の移動から乗り遅れると全てがパーになってしまうんですよね。なのでチェックアウトの時に念のため出発の時間を確認したんですよね。そしたら8時29分発ってなってるんですよ。でもこの時もうすでに8時26分でもう真っ青になって、間に合わないってもう分かってたんですけど、もうホテルからもう猛ダッシュして駅まで全速力で走りました。もうね、この年で走るともう大変なんですよね。で、実際結論から言うと間に合ってフィヨルドツアーは無事参加できたんですけれども、この時ね、慌てて来た道と違う道からホテル出て行ったんですよね。だからどこ走ったのか記憶もないんですけど、なんか普段は方向音痴なのになぜかね、奇跡的に駅に着いたっていうミラクルが起きました。で、ベルゲンの動画を見ていただくと分かると思うんですけれども、駅には改札がないんですね。なので駅の外から電車が見えたんですよ。で、もしかしたらあれ乗る電車かもと思って手を挙げながら車掌さんに向かって乗りますみたいな感じで叫んでいったら、ちょうどですね、車掌さんが遅刻をされてて、でも運よく5分遅れの電車に乗れたっていうね、ミラクルがありました。乗る時ね、車掌さんにもね、 You are lucky なんて言われてね、苦笑いされたんですけれども、まあ本当にラッキーでした。で、実際到着したのが8時32分だったんですよね。で、その後電車が発車したのが34分でした。もう何事も諦めないということですね。ただね、もう喉がちぎれるほど息切らして走ったので、もう呼吸が整うまで30分ぐらいかかっちゃいましたね。で、無事電車に乗って景色を楽しみながら最初の目的地ボスに向かいました。もう降りる駅も間違えないように入念にまたね、印刷してきた予定表をチェックしながら、ここから旅を順調に進めていきます。オスロからベルゲンに来る時とは反対方向の窓側に座ったので景色の、ね、眺めも少し変わってきたんですよね。で、この日お天気も良くて湖面が穏やかで、なんか湖面に映る景色もすごく、ね、素敵だったんですよね。で、最初に到着したのはボスですね。よかった、本当にここに来れて。だいたい1時間ぐらい電車に乗って帝国通りボス駅に到着しました。で、ここからバスに乗り換えていきます。皆さんぞろぞろ同じ方向に向かっていったので、同じフィヨルドツアーのメンバーだと思います。でもバス停にはすでにたくさんの人が並んでたんですけれども、バスの時間までだいたい30分ぐらいあったので、どうしようかなと思ってちょっと周辺見てみようと思って遠く眺めたら、道を挟んだ向こう側の丘の上に登っていく人が見えたんですよね。きっとね、高台だから眺めもいいんじゃないかなと思って登ってみることにしました。もう駅の目の前なので、もう迷子になることもないかなって感じですね。もうそうしたら大正解ですよ。もうすごい眺め、これバス待ってたらもったいないと思って、ここはぜひね、皆様に紹介したいなと思いました。で、結構事前にブログとかでも情報収集してたんですけど、この景色はね、なかなかなかったですよ。ボスに乗り換えるところの写真だけしか紹介がなかったので、ぜひね、フィヨルドツアーご参加を予定されている方はここの丘の上ぜひ登ってもらいたいなと思います。この日本当に風もなくて穏やかで、湖面に映るのが鏡みたいで本当に素敵でした。
こうやって撮ってたらこの下の海岸の方から景色を撮ってる方もいらっしゃったんですよね。さすがにねそこまで時間がないので上から見る景色だけに今回はしておきました。遠くにこのボス駅が見えるんですけれども、結構ねこうして見ると大きい駅ですよね。でこの景色の反対側には山があるんですけれども、こちらにはね雪はねほとんど見えなかったですね。バスで並んでる方たちも見えましたけれども、すでにね長い行列ですね。でもねこの景色は見といた方がいいので、並ぶよりも景色を優先しました。でちょっとね心配になったのでバスの時間を再確認したところです。まだねあと10分ぐらいあるかなっていうところなんですけど、気温はね8度でしたね。寒かったですね。じゃそろそろ戻ろうかなということで下に降りてきたところです。駅結構可愛いですよね。であともう一度、時間の方も確認して列に並びます。もうねすでに長い行列なんで最後尾に並ぶのはちょっとね悲しかったんですけど、まあ、でもねさっきの景色最高だったのでもういいです。窓際はもう諦めてますねこの時点で。で10時10分ちょうどの発でバス来ました。でこの時ねバスね2台来たんですね。どっちも行くよってことで空いてる列の方にもう一回並び直して座りました。もうすでに窓側は座れなかったんですけど、街並みがね意外とね可愛かったんですよね。もうちょっとね時間があれば見たかったんですけど、またいつかの機会にしたいと思います。この道中バスの運転手さんがところどころ見どころを紹介してくれるんですね。だから右見たり左見たり、ちょっとねあの景色を見ながら楽しんでいきました。で途中グドバンゲンのフィヨルドホテルに停車しました。ここはねトイレ休憩だったんですけど、いい景色が見れるよっていうところで、時間はねほとんどなかったんですけど数分だったと思います。みんなでねあの記念写真など撮ってました。同じように一人旅してる方に撮ってもらいました。記念になります。すごいね景色が良かったのでずっと見てたかったんですけど、気づいたら一番最後になっちゃってたんで、もう相変わらずね一番最後ダッシュしてバスに戻りました。でまたバスに乗ってフェリー乗り場に向かってます。でだんだんね景色もね良くなってきたんですよね。実はねこのバスはツアーバスとかではなくって、実際にここに住んでる方も利用されるバスだそうで、途中で降りる方がいたので運よく窓側座れました。だんだんなんかねすごい景色になってったんですよね。フィヨルドっていうと本当にね雪に囲まれたってイメージだったんですけど、なんかお天気もいいし雪がちょっとかぶってるぐらいだったんで、本当にねイメージと全然違いましたね。やっぱお天気いいから5月だとそういう感じなのかな。で無事グドバンゲンに到着します。私はここからもうあのオスロに向かって帰るので、このバスまた乗り遅れないでねみたいな感じで言ってたんですけれども、この方向がオスロからベルゲンに向かう方はこのバスを使ってベルゲンに戻るのかな、多分ねそういう感じじゃないかなって思います。ちょうどねフェリーから降りて来られてる方もいらっしゃいますよね。こういうふうにこの交通のつなぎを全部あの調べてチケットを取ってくれるのがフィヨルドツアーなんですね。
で気温は低かったんですけど天気が良かったせいかそこまでね寒さは感じなかったんですけど上ね見上げたらほら雪がかぶっててすごい素敵ですよね。お土産屋さんもあったんですけどもう朝ね結構走って疲れちゃったので今回はそのまま列に並びました。でちょっとね並んだらもうすぐね船に乗れたのでそのまま乗ります。なんかすごくね船内広くて綺麗だったんですよね。でみんなね続々と上に上がっていくので私も釣られてそのまま上に上がっていきました。席ね窓側取れたのでここで休憩します。休憩っていうかねほとんどここ座ってなかったですけどね。想像してたよりはちょっとね小さい船だったんですけど早めに並んだのは正解だったかなと思います。12時ちょうどに出航しました。で船の中入るとカフェテリアがありましたよ。結構ねおしゃれな感じでした。私もここで飲み物だけ買うことにしました。でランチはホテルで作ってきたサンドイッチをいただいてます。でスプライトがね 500ml1 本が41ノルウェークロームでカードの明細見たら1本ね537円でしたよ。びっくりですよね。こんなに高かったんだって初めて知りました。ちなみにねピザが59ノルウェークロームだからだいたい800円ぐらいなんですよ。飲み物とほとんど変わらないっていうね。でほとんど外に出て景色をねずっと眺めてたんですけど船内も意外とね空いてて多分オンシーズンだともっとね人が混んでぎゅうぎゅうになるんじゃないかなって感じの印象でしたね。途中こういう山の上から雪解け水みたいなのがずっと流れてきて滝ができてるところがねいっぱいありました。ちょっとズームしてみたんですけど見えるでしょうか。結構な勢いで流れてるんですよね。下まですごいですよね。雪解け水雪はねまあかぶってはいるんですけど多分あの雪がたくさんかぶってる時はもっと綺麗なんでしょうね。真冬も来てみたいんですけどきっとね寒いんだろうな。やっぱりね5月ぐらいがいい景色見れるんじゃないかなっていう印象でした。だからねあのいい時期に行けたかなって思ってます。特に雪解け水っていうのはこの時期しか見れないと思うのでこういうね大きな滝が見れるのもこの季節ならではじゃないかなって思ってます。しかもね朝ね電車に乗り遅れそうになったからこの景色本当は見れなかったかもって思ったらねもう目に焼き付けてね本当に感謝してましたこの時。だからねスマホでストーリーかなもうたくさん開けてたと思いますよ。本当にねいい景色だったの。いい眺めですよね。なんか途中島に泊まるみたいで可愛いねお家が見えてきました。海外って家並みがすごい可愛いですよね。カラフルだしあとね屋根がちょっと特徴的じゃないですか。雪国ならではな感じですよね。でこの動画の前にブログでも記事を書いてたんですけどその時にベルトラのツアーのレビューをね見てたんですよね。そしたらオンシーズンになると電車の遅れがあったり船も満席になったりするみたいなんですよ。なのでね5月は季節的にも良かったのかもしれないですね。特にゴールデンウィーク明けは日本もそうなんですけど海外旅行にもいい季節じゃないかなって個人的には思ってます。ずっと同じ景色の連続だったんですけれども天気も良かったし波も穏やかで船がね揺れるってこともなかったですよ。なんかね世界地図の中に自分がいるようでちょっとね不思議な感覚でした。多分ですけどフェリーも新しくなったんじゃないかなって思うんですよね。もうねあのコロナがあったから情報がずっと止まってたので私が見てたのはだいたい3年ぐらい前の情報だったんですよ。なんかね見た目もね新しい感じはしましたよ。2時間の船旅だったんですけど意外とね外でずっと景色見てたらあっという間にね到着しました。もう最後の記念写真を撮りました。もうね目的地見えてきますよ。もしね朝電車に乗り遅れてたらこのフェリーには乗れなかったって思うと本当に運が良かったなってまたね改めて感じました。
こうして皆様にお届けできて本当に良かったです。ちょうど2時間後の14時にフロムに到着しました。ここでフェリーを降ります。ここでは2時間ぐらい次の電車まで時間があったので、お土産を買ったりのんびり過ごしました。ほとんどの時間をお土産探しに費やしたんですけれども、家族にねノルディックの靴下をお土産に買いました。海外に行くとタックスフリーがあるので、できるだけね同じ場所でまとめ買いをした方がいいんですけど、それにしてもね1時間ね費やしちゃったのちょっともったいなかったですね。この後電車に乗るんですけど、あまりにもね外が暑かったのでアイスを食べました。でここでもやっぱりねなんだかんだ2時間あっという間でした。この後世界一美しい車窓とも言われるフロム鉄道に乗ります。でアイスを食べて、いざね電車に乗ろうって思ってホームに行ったところで、持ってたね紙のチケットがなかったんですよ。どうやらねお土産をねリュックに詰め込んでる時に落としちゃったみたいで、慌ててねスマホの中に入れておいたチケット Google ドライブに入れてたんですよね。それで乗車できました。よかったです。いい席はねもうなかったんですけど、それでもね空いてたので意外と窓側は座れましたよ。で車内はこんな感じで木目調なんですよね。事前に調べてた時はもっとねレトロな感じだったんですけど、北欧らしいおしゃれな雰囲気でした。でこの電車の座席も関取合戦みたいなのがあるって書いてあったんですけど、特にねそういうこともなくって、オフシーズンだからか意外と空いてたんですよね。右側か左側かどっちがいいかっていうと、印象的には右側の方がいいのかなっても思ったんですけど、私は左側の方に座ったんですけれども、それでもね景色十分楽しめましたよ。そうそう、前にねモニターもあって、今どこを走ってるのか案内してくれたり、あとねフロム鉄道の歴史とかも流れてました。これが右側の方の席の景色になります。ほとんどねやっぱりこっちの方が景色良かったと思いますね。もうおじさんいるからなかなか写真撮れなかったんですけど。ここでねしばらく電車が止まってたんですよね。なんでかなと思ってたら、反対車線から電車が来るの見えますか？この電車とすれ違うんですよ。この狭い山岳地帯ですっごいですよね。ちなみにこれを取れたのは左側の席なので、どっちがいいでしょうね。右側はすれ違う電車が見えますよ。
Her hvert tog i Stavanger i om lag 5 minutter. Det kan gå ut på plattformen på venstre side. ちょうど40分ほど走ったところで、ショースの滝というのがあって止まってくれます。電車ね、数分だったと思います。この場所はフロム鉄道でないと来れない場所みたいです。で、この後どこからか音楽が流れてきて、なんかね、謎な赤いドレスを着た方が踊ってたんですよね。なんかすごい不思議だったんですよ。私も最初気がつかなかったんですけど、見えますか？踊ってる赤いドレスの女性の方いらっしゃいますよ。真ん中付近ですね。調べたらどうやら妖精みたいです。この季節にしか見れない光景ですよね。冬はね、この滝凍ってますからね。止まってくれたの大体ね、数分だったと思います。そんなに長い時間ではなかったですね。みんな電車に乗って、今度は終着駅のミュルダールに向かって再び出発します。ミュルダールに到着したのは4時50分なので、先ほどの場所から大体10分ぐらいでしたね。ほぼ定刻で到着しました。ここからはまたベルゲン急行に乗り換えてオスロに戻っていきます。まだね、乗り換えまでまた時間があったんですけれども、周りにね、何もないので駅舎の中に小さいカフェがあるくらいでしたね。でもせっかくね、ここまで来たのに中で休憩するのちょっともったいないなと思って、ホームでね、景色を堪能してました。私は乗り鉄でも撮り鉄でもないんですけど、結構子供の頃から電車好きなんですよね。真冬だと多分立ってられないぐらい寒いと思うんですけど、この日本当にあったかくって日焼けするぐらいだったので、ちょうど良かったですね。本当に行った時期が。で、最後電車に乗ってオスロに向かいます。なんか前日は曇っててよく見えなかった景色なんですけど、同じ景色でもね、空が青いとこれだけ違うんですよね。こんな雪の深いところに誰が住んでるんだろうって思ってたんですけど、結構小屋とかもポツンポツンとあって、あとね、スキー客が降りてったのでゲレンデがあるのかな。ちなみに今回のフィヨルドツアーでは座席の指定ができないんですね。なので乗った後に車掌さんに相談して窓側の席に移動してもいいかどうかっていう風に聞いて、で、今回右側の窓側の席が空いてたので移動することができました。オスロまでは5時間ぐらいの電車の旅だったんですけど、カフェテリアで夕食を買ったり、ネットフリックスで海外のドラマ見たりしてたら、結構ね、あっという間に到着しました。ということで今回の動画はここまでになります。皆様に無事フィヨルドツアーの様子をお届けできて本当に良かったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はスウェーデンストックホルムに向かいます。